今回はいちごのバスクチーズケーキを作っていきます。スーパーでもそろそろいちごを見かけるようになってきましたので、いちごが好きでチーズが好きな方はこのいちごのバスクチーズケーキとてもおすすめなので、ぜひよかったら参考にして作ってみてください。バスクチーズケーキは過去に何度か作っているんですけれども、今回で6作目ですね。過去には栗のバスク、あとレモンとチョコと抹茶と、あとプレーンのバスクを作ってます。なんでそんなにバスクチーズケーキをいっぱい作ってるかと言いますと、僕がチーズケーキが好きだっていうのもあるんですけれども、比較的簡単なんですよね。クリームチーズ、卵、あと薄力粉と生クリームなどを一つの大きめのボウルで混ぜて、オーブンで30分ほど焼くだけっていうシンプルなデザートなので、デザートを作ったことがない方でも比較的失敗せずに作れるデザートの一つかと思ってます。あとはその旬の食材をアレンジをしながら加えることで、いろいろとバリエーションができて楽しめるので、おすすめをさせてもらってます。ということで今回はいちごのバスク、まずはいちごのピューレから用意をしています。使ういちごの種類はお好きなものを使ってもらって大丈夫なんですけれども、全部で 300g ほど使いました。 200g はいちごのピューレ用で、残りの 100g は飾り用で使ってます。ピューレ用のいちごは水洗いをしたら4等分にカットして鍋に入れます。あとピューレに使うレモンは4分の1ですね。これを用意してもらって、同じように鍋に加えるんですけれども、あとはグラニュー糖も一緒に加えます。ピューレ用の材料をすべて鍋に入れたら、弱火にかけてヘラを使いながら常に混ぜていきます。そうするとしばらくしてくると水分が出てきて、いちごも柔らかくなってきたら火から外してください。だいたいこれぐらいですね。いちごが少しこうとろっとしてきた感じです。そしたらハンドブレンダーかまたはミキサーでしっかりと攪拌をしてください。攪拌したらこし器かまたはザルでこすようにしてください。いちごのつぶつぶ感が好きな方はこさずにそのまま使ってもらっても大丈夫です。ただショートケーキのような感じでいちごを丸々そのバスクチーズケーキの中に入れることは避けた方がいいと思います。そうしてしまうといちごに火が入って焼いている途中にすごくまま水分が出てきてぐちゃっとした仕上がりになってしまいますので、必ずピューレ状にしてから加えるようにはしてください。いちごのピューレができたら、次はクリームチーズや卵、生クリームなどをボウルで混ぜていきます。その時に各材料は室温に戻しておいてください。まずはクリームチーズをこのようにボウルに入れてホイッパーで混ぜていくんですけれども、室温に戻ってなくて硬い場合は軽く電子レンジで温めると混ぜやすくなりますので、数十秒ほどで全然大丈夫なので軽く温めて混ぜるようにしてください。次はグラニュー糖ですね。 30g を加えてこれもしっかりと混ぜ合わせていきます。グラニュー糖がしっかりと混ざり合ったら、次は卵です。今回はエル玉ですね。2個分をボウルに移して溶き卵を作っておきます。溶き卵ができたら、卵は3回に分けながら加えて、その都度しっかりと混ぜるようにしてください。この卵を一気に加えて、混ぜても作れないことはないんですけれども、どうしてもムラが出てしまったりする場合がありますので、卵は3回に分けながら加えて混ぜるようにしてください。バスクチーズケーキはこの混ぜる工程がたくさんありますので、大変といえば大変なんですけれども、逆に言えば、この混ぜるだけで、あとは焼くだけなので、比較的シンプルで美味しいデザートの一つだと言えると思います。次は薄力粉です。大さじ 1.5 を、ふるいかこのようにこし器で加えて混ぜ合わせます。今回いちごのピューレの水分がありますので、本来は大さじ1ぐらいなんですけれども、少し硬くするために 1.5 を加えてます。もっと硬くしたい場合は、大さじ2ぐらい加えてもらっても大丈夫です。そして作っておいたいちごのピューレ、
ピューレは一気に加えてもらって大丈夫です。しっかりと混ぜ合わせるようにしてください。いちごのピューレもしっかりと混ざり合ったら、最後は生クリーム 150ml です。これも卵と同じように3回に分けながら加えて、その都度しっかりと混ぜ合わせるようにしてください。材料をすべて加えるとだいぶこうシャバシャバのような感じになってきますけれども、これで焼くとちょうどいい感じの半熟具合になりますので、これぐらいで大丈夫です。次は型の準備ですね。使った型はホールケーキ型、直径15センチの底が取れる型を使ってます。ここにクッキングシートを引いていくんですけれども、二回りぐらい大きいクッキングシートを用意して、このようにくしゃくしゃにして水に濡らしてしっかりと絞ってください。水に濡らすことによってこのように型に敷き詰めやすくなります。しっかりと隙間をなくして敷き詰めたら、ここに用意しておいた生地を流し込んでいきます。今回の型が15センチの型なんですけれども、ノーマルのバスクチーズケーキでしたら12センチでも大丈夫です。ただ今回いちごのピューレが入ってますので、ちょっと傘が増えるので15センチを使いました。どうしても12センチしかない方は12センチでも作ってみてください。ギリギリいけると思います。そして220度のオーブンで30分焼いていきます。30分後ですね、焼き上がりはかなりこのように膨れたような感じです。バスクチーズケーキはこのように表面が焦げたような感じになりますけれども、これが特徴の一つでもありますね。あとは焼き上がり揺すると、このようにプルプルっとした感じがちょうどいいぐらいです。固めがお好きな場合は30分のところを40分ほど焼いてもらっても大丈夫です。そして粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で一晩じっくりと冷やしてください。翌日ですね、冷蔵庫から取り出し型から外していきます。この際に型から外れにくい場合は、温めたタオルなどで型の表面を温めると外れやすくはなります。切るときは包丁をお湯で温めると切りやすくなります。あとちょっと忘れてたんですけれども、飾り用のいちごですね、それはこの上に飾るところを撮影をしてなかったので、切ってから盛り付けるときに飾ってもらってもいいですし、ホールの状態でいちごを飾ってもらってもいいので、飾るようにしてください。今回のいちごバスクのチーズケーキはいかがでしたでしょうか。比較的簡単に作れるデザートの一つだと思いますので、いちごが好きでチーズも好きな方はぜひ一度試していただけると嬉しいです。よかったら他のバスクのシリーズも試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。